はい、どうも、課長の古川です。今回なんですけども、このちょっと珍しい部屋に来ております。今回ね、久しぶりね、DIY をやろうと思ってます。で、僕のね、ちょっと前の動画でですね、お店の、ルームツアーっていうのをやって、その時にね、ちょっと開かずの間としてここをちょっと紹介させてもらったんですね。で、そこからね、何って触ってないんですよ。そのままの状態で、まあ結構店がバタバタしてて、何って進められてはいないんですけども、撮影場所に困ってまして、結構死活問題なんですよ。で、撮影場所に困ってて、やらないとと思うんですけど、まあ時間もなかったんで、結構ね、先延ばし状態になってたんで、今日はね、ようやくもうそれをやっつけようということで、ちょっと多分1回で終わらないと思うんですけど、DIY をやっていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、そしたら、実際ね、やっていきたいと思うんですけど、ちょっとスタートする前に2点ほどやりたいことがありまして、一つがですね、まあ、ちょっとゴールをお見せせずに、スタートするのもちょっと良くないかなと思ったんで、ちょっとネットの方で、こんな感じにしますっていうのを検索してから、僕もちょっと勉強というか、インプットして、そこからスタートしたいなっていうのと、あともう一つが、ちょっとここご覧の通り、めちゃくちゃ散らかっております。前の動画でもちょっとだけねお見せしたかと思うんですけど、お店オープンしてから3ヶ月ぐらいね、もう本当に駆け巡ってきたんで、なかなかね手つかずな場所だったんですよ。で、割と広いんで、ちょっと全部はちょっと使えないんで、この部分的にまあこう、なんだろう、スペースを空けて、でそこのスペースにまあ専用の僕の新しい部屋というか、まあ、撮影場所を、作りたいかなと思っていますので、その順番でやっていきたいと思います。はい、そしたら、ちょっとね、僕の iPad の方で、インダストリアルインテリアっていうのを検索してみています。まあね、ちょっと著作権の問題とかあるんで、なかなかとは見れないんですけれども、まあ要するにこういう感じですね。まあ男っぽい、ゴツゴツっとした武骨な感じがかっこいいっていう感じの、内装になっております。まあこれこのまま使うわけでもないですし、もちろん僕は内装業者でも何でもないので、こんな風に全くね同じようにできるとは思ってはいないんですけど、こういうのをね、ちょっと参考にしてやっていきたいと思います。今部屋の外に来ました。全貌をねもう一回見てもらおうと思って、扉を開けた入るところから見てもらって、部屋の感じがねどんなかを、もう一回見てもらおうかと思います。はい、実はですね、こちらが今もう足りない場所を駆使して、この目の前のところで今のところ撮影とかをしたりしています。で、段ボールがね結構山積みなんですよ。もう本当に、食器とかね、まあ、お花の器とかね、いろんなものが置いてあります。で、これの今映してる方向、あ、ちなみにここもともとキッチンだったんで、厨房機器がありますが、ほぼ死んでいます。はい、じゃあここのね、この僕が今映してるスペース、ここをちょっとこうくぼんだ状態なんですよ。これだけでもね、割と何畳ぐらいあるんだろう、6畳か8畳ぐらいあるのかな、広げたらそのぐらいあるんですよ。で、ここを、僕の人の撮影のスペースにしようと思っています。ではちょっと片付けるというか、場所を開けたいと思います。はい、そしたら、こんな感じで一旦、リセットはできました。なんかだいぶ反響しますね。なんか布とか貼らないとダメかもなんですけれども、まあ一旦クリアになりました。結構本当に広くて、もう本当にベッドとか置いたら僕が寝転べそうなぐらい余裕であるぐらいのスペースなんですけれども、ここね、素敵なスペースにしていきたいと思います。今日は多分、
そのやる気を起こすところとリセットするところまでしかできないだろうなと思ってたんで、今回はもうこんなただ片付けるだけの動画になりましたが、ちょっとプランとかで材料を揃えて、次にね実際やっていきたいと思いますと思ったんですけれども、さすがにこれではちょっと片付けただけでは終われないんで、ちょっと今後日にやるんですけども、床だけ塗りたいなと思ったんで、ちょっとその辺を用意したんで、床を変えていきたいと思います。ちなみに、この床ですね、見えてるかな、なんかわかんないんですけど赤っぽい床なんですよ。で下はまあコンクリートに赤いペンキを塗ってるような感じなんで、これはこれでいいかなとも思ったんですけども、せっかくなんでちょっとこうリニューアルということなんで、床をね、なんだろう、本来のコンクリート色っていうかグレー色に変えていこうと思います。こんな色ですね。なんかまあまあこれもいいような気もするんですけど、はい、これを塗り替えていきたいと思うんですけど、ちょっと散らかった後なので掃除機をかけて、そこから、ペンキを塗っていきたいと思います。で次になんですけども、この僕がね、ここのスペースを使うのに、こう切り替わりのところ、色の切り替わりというか、全部この部屋全部塗るわけじゃないんで、マスキングをして仕切りをつけて、この向こうとこっちで、色をしっかり変えようと思います。はい、これで、ここからこの線より向こうだけを色塗ろうと思います。でここで、まあ、一番初めにお話しした通り、もともとキッチンだったんですよ。なので、なんだろう、飲食店にお勤めの方とかだったら、よくご存知だと思うんですけど、グリーストラップといって、なんだろう、排水口みたいなのがここにあって、まあ、ちょっと蓋してあるんですね。あまり綺麗なものではないんですよ。なんですけれど、なんて言ったらいいんだろう。ここをね、綺麗に塗るために、一回この蓋を外します。じゃあこちらがですね、この、コンクリート用の塗料になります。まあ、水性なんですけど、なんかツヤありしかなかったんで、まあツヤありですけど、まあこれを塗っていこうと思います。結構面積も広いので、ハケで塗ってはおっつかないんで、今回はこのローラーで塗っていきます。なんか結構シャバシャバしてますよ、まあ、僕はこれを使うのは初めてなんで。はい、じゃあこれを塗っていこうと思います。塗った感じは普通のペンキです。なんかの床って、まあ、壁とかと違ってこう踏んだり擦ったりするじゃないですか。なのでなんか、ね、強力なペンキ塗料じゃないと、まあ、歩いているうちにどん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 剥げていってしまうっていうのがあるんで、基本的にはかなり強力であると書いてありました。本当はね、この端っこの壁のとことかもマスキング、保護シールした方がいいんですけど、省きます。この DIY は、僕の DIY は、だいたいこんな感じの手抜きです。今日ね、店オープンする前にこの部屋も全部一応掃除したんですよ。さすがにその部屋ではなんかね、こんな感じで使われてたかわかんないんで、本も置いたりしてね、なんだろう、もう見えるでしょ、汚れがついたら嫌なのに、壁もめちゃくちゃ磨いて、猫もね、一応めちゃくちゃ磨いたんですよ。
まあ、本来のなんか汚れは全部取れてないと思うんでこんな感じになってるんですけど、じゃあちょっと同じ工程が続くので買い遅れでもしましょうかね。はい、そしたら無事塗ることができました。結構いい感じで気に入っております。僕結構面積広いと思ったんで大きいやつ買ったんですよ。全然足りましたね。この小さいのでよかったです。もう全面塗っても足りそうなぐらいの量がありました。ということで、まあとりあえずいい感じに塗れたかな。もちろんはみ出したりはしてますけども、まあ、それも味ということで、で、インテリア、まあ僕はプロでも何でもないんですけど、まあ僕のね、数少ない知識からいくと、まあ、床、天井、壁、この3面でインテリアってできてるじゃないですか。で、その3面の、色味、例えば黒とか暗い色より明るい白に近いもの、もしくは、まあ、艶とか、その、なんだろう、光を吸収しやすい素材と、反射しやすい素材っていうのがあるんですけど、まあこの、まあ、これ白っぽく見えてるんですけど、まあ、グレーですよ。でグレーで、元々の色はね、もう何色っていうんだろう、まあ一応赤っぽいんですけど、うん、暗いダークレッドみたいな感じなんですよ。なんで反射がしてなかったんで若干ね暗く感じてたんですけどね、これ塗ったら、うん、明るく感じます。反射して、はい、っていうので、結構ね僕、まあ、床は気になってたんで床も塗ったんですけど、このタイルもねちょっと気になってるんですよ。まあ、厨房キッチンだったんでもちろんもう防水のためにタイルになってるんですけれど、で、まあ、さっき言ったこのタイルってねツヤツヤっとしてるんで結構反射もするんで明かり取りにも結構いいんですけれど、なんか塗料余ってるから壁もこの色にしようかななんてちょっと考えております。あと天井とね、天井どうしようかな。本当はね、なんかこう天井を抜いてボコッと抜いてよくあるじゃないですか、こう天井の中がむき出しになるやつね、あれにするか、でもそこまでしたらちょっと怒られるかちょっとわかんないんですけど、はい、ちょっとその辺考えて、次はね床と天井どうするかっていうのをやっていきたいと思います。でそれが全部終わったら、物を置いたりね、棚を作ったりしていこうと思います。なんか結構広いと思って僕寝れるとか言ってたんですけど、なんか思ったより広いのかな。うん、まあもちろん、動画とかは全然できると思うんで、やっていきますということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain.